皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、トレーニーの方によくありがちな肩の痛みについてのお話をさせていただきたいと思います。今回は肩に違和感とか痛みがあるときにどういう対処法があるのかっていうことについてお話をさせていただきたいんですけども、まずね、最初に言っておきたいのは、何か不安があるときはまずですね、病院に行って診察を受けてください。これがもう何よりも一番大事です。というのは、その痛みとか違和感の原因が何であるかによって、そもそも運動していいのかどうなのか、運動できる状態なのかどうなのかっていうところから、じゃあ運動できるんであれば、どういう運動であればやっていいのかっていうのが診察してもらわないとわからないので、まずは専門機関の診察を受けてください。もうこれは痛みとか違和感の大きさに関わらず絶対受けてもらった方がいいです。というのは、まあ私の個人的な経験でね、首のヘルニアとか肩の怪我なんかを経験しまして、まあ両方とも日常生活に支障が出るほどでもない、痛みもまあ我慢すればなんとかトレーニングはできるぐらいの感じだったんですけども、念のためと思って整形外科を受診したら怪我をしていたっていうことが分かって、でそこからひどくなる前にね、対処ができたという経験もありますので、その怪我の程度と痛みの程度っていうのは必ずしも比例しないんですね。まあちょっと違和感あるなぐらいでも、実はひどい怪我だったっていうこともあったりするので、まずはレントゲンとか MRI を取れる整形外科さん、もっと言うとそのスポーツの外傷とかに強いような整形外科さんでしっかりと診察を受けるっていうのをおすすめします。整骨院とか接骨院とかで見てもらうっていうのは良くないです。ダメです。しっかりと整形外科でレントゲン、または理想は MRI ですを取ってもらって、でしっかり診察を受けてもらってから、話はそれからになりますので、まあその前提でね、これからその痛みに対する対処法というのをお話をさせていただきたいと思います。まずその肩の、まあ、痛みの原因となるものが、まあ、大きく分けて、まあ、私3つあると考えています。1つはインピンジメントというんですけども、まあ、インピンジメントというのは英語で衝突という意味なんですけども、肩の関節の中で、まあ、骨と骨がぶつかったりとか、骨と骨の間にある筋肉、まあ、インナーマッスルと言いますけども、このインナーマッスルが骨と骨の間に挟まれて炎症を起こしてしまう、それで痛みが起きてしまうというのが一つ。まあこれもね、炎症ぐらい済んだらいいんですけども、そのままほっといたら軟骨が削れて関節の形が変わっちゃって、もう一生治らないとかですね、インナーマッスルが挟まって何回もね動かしてるうちにブチッと断裂しちゃったりとか、そういうことになると完治は非常に難しくなりますので、まあそういうのもあってですね、最初に必ず診察を受けてくださいねというふうにお話をしたんですけども、そして二つ目が胸郭出口症候群という怪我ですね。まあ、これは体を鍛えている方とか、スポーツでよく上半身の筋肉を使う方なんかによくある怪我なんですけども、どういう症状かと言いますと、脳から腕にかけて神経がこう肩の関節を通ってるわけなんですけども、首とか胸、この辺の肩周りの筋肉とか首の筋肉が神経を圧迫してしまって痛みになるという症状です。私も左肩、この胸郭出口症候群というのを発症してまして、調子が悪い時は痛みとかね、手のしびれが出たりするんですけども、筋肉が原因とはいえですね、ひどい場合は手術が必要になることもありますので、心当たりのある方は一旦受診してみてはいかがでしょうか。ということで、3つ目の原因が頚椎ヘルニアですね。よくね、聞いたことのある方いらっしゃると思うんですけども、首の骨がちょっと飛び出てしまって神経に触って肩が痛いとか、腕の先までしびれるとかですね、そういう症状が出てしまうと。でこれも非常に危険ですので、ちょっと肩に違和感があるんだけど、痛みが出てるなとか、しびれが出てるなっていう時は、一旦面倒でも医療機関を受診されることをお勧めします。痛みの他に注意すべき兆候でいくと、握力の低下というのがあります。まあ、これ私がヘルニアで受診した時に医者から言われた言葉なんですけども、利き手と利き手じゃない方の握力の差が、まあ、大体5キロぐらいと言われてます。ヘルニアとか胸郭出口症候群と
かそういうね神経に触るような怪我をしている場合っていうのは握力も低下してくるんですね。この5キロよりも握力の差が大きい場合っていうのは胸郭出口症候群とか頸椎のヘルニアとかそういう神経系の故障というのが考えられるので、いつもよりちょっと握力落ちてるなとか手に力が入らないなっていう時はひょっとしたらですね怪我をしている可能性がありますので、ちょっと注意しておいてください。医療機関を受診していただいて、これぐらいだったら気をつけながらトレーニングはしてもいいでしょうというふうになった場合に、じゃあどういうふうにトレーニングをしていけば痛みとか違和感を感じずにトレーニングをやっていけるのかということについて説明をさせていただきます。肩の痛みが関係する種目でいくと上半身のトレーニングほとんど全てなんですけども、中でもプレス系の種目、例えばベンチプレスとかね、ショルダープレスとか、ウェイトを押していく、まあ前の方に押す、上の方に押す、両方なんですけども、こういうプッシュ系、プレス系の種目で、特にですね、この肩の痛みっていうのが影響をしてくるので、これらの種目のやり方をちょっと工夫していくっていうことになります。このやり方としては、まあ考えられるのは2つあるんですが、まず1つは可動域を狭くする。ということですね。特にウェイトを下ろしきったところというのは関節に大きな負荷がかかりやすい。ベンチプレスで下ろしきったところとかショルダープレスで下ろしきったところというのはインピンジメントなんか起こしている人なんかはそういう時に筋肉とかね挟みやすくなる、骨と骨がゴリッとね擦れやすくなるところですので、ちょっとね普段よりも浅めのところで切り返すっていうように意識してもらうだけでもだいぶですね関節への負荷っていうのは変わってくると思います。可動域はね広ければ広いほどいいって思いがちなんですけども、それは自分が痛みを感じない正しいフォームをしっかり取れる範囲でなるべく大きく動かす、広い可動域を取るっていうのがまあ理想ですので、痛みがね出ているのにそこから無理して可動域広く取らなきゃって言って深くまで下ろしすぎる必要もないので、痛みや違和感を感じない可動域っていうのを考えてもらう、これが一つですね。で、二つ目はウエイトの持ち方を変えていただくということにあります。具体的に言うと、こう順手で持っていたのをベンチプレスだとこうですね、ショルダープレスとかだとこういう感じ、まあ普通はこういうふうに持つと思うんですけども、これをニュートラルグリップにする、こう手のひらが向かい合うように持っていただく。ベンチプレスなんかでもバーベルでは無理ですけども、ダンベルだとまあこうハの字にしていただいたりとか真横にしていただいたりとか、このニュートラルグリップというのがインピンジメントが起きにくい握り方というふうに言われています。なのでバーベルベンチプレスでねいつもやっててちょっと違和感があるなっていう方はダンベルに持ち替えていただいて、ダンベルベンチプレスでハの字にしていただいたりとか、ニュートラルグリップにしていただいたりとか、ショルダープレスもそうですね、まあバーベルとかダンベルでやってて、あ肩がちょっと違和感があるなっていう方はダンベルのニュートラルグリップでやっていただくと肩の痛みとか違和感っていうのを抑えられる可能性があります。あとはですね、あんまりベンチプレスなんかやるとき特にそうなんですけども、肘を張りすぎる、こう真横にして下ろしてくると、これインピンジメントを非常に起こしやすくて怪我のリスクが非常に高いので、普通にバーベルベンチプレスをやるときでも脇はちょっと締めて溝落ちぐらいにこうバーを下ろしてくるような感じで、ここが90度ではなくて、まあ、大体75度ぐらいになるように脇をクッと締めて肩甲骨を下げて胸をグッと張った姿勢でやっていただく、まあ、こうベタ寝になってこう肘を90度に張ってやるんではなくて、脇をグッと締めて肩を落として胸を張ってやっていただく。このように、まあ、ウエイトの持ち方とか肘の角度なんかを変えることで肩の違和感とか痛みを減らせるようになりますので、痛みがあるっていう方は試してみていただければいいと思います。まあ、その他にもね、肩のプレス系の種目で痛みが出るっていう方は、まあ、サイドレイズとかねレイズ系の種目を中心にしてみるとか、まあ、ベンチプレスでね痛みが出るっていう方はマシンのねペックフライとかね、そういうのを中心にしてみるとか、そういったやり方もあると思うんですけども、いろんな方、まあいろんな環境でもね使いやすいフリーウェイトを中心に今回はお話をさせていただきました。何にせよですね、肩の怪我っていうのは多くの方が経験するような、まあ、怪我でもありますし、まあ、場合によってはね日常生活に支障が出るような怪我になることもありますので、しつこいように聞こえるかもしれませんが、必ずですね何か不安なことがあるときは医療機関を受診していただいて、それから対策っていうのを考えていただければと
思います。今回はですね、肩に痛みがあるとき、違和感があるときの対処法についてお話をさせていただきました。このお話がね、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。